本当にこの ACM でこのグレイが含めて本当に良かったです。マジでいつもってやばい。あ、こんばんは。ちょっとマイクを持たせてもらって喋るの、人前であんまり喋るタイプではないのでちょっと緊張するんですけど、まあ、最初はやっぱり楽しんでいこうっていう気持ちで、やっぱりフロイは卒来だから最後だからっていうのをちょっと泣きたくなっちゃうのはちょっとあれなんで、楽しんでいこうって頑張ってるんですけど、まあ、さっきみたいな曲聴くとあれですよね、ちょっと自分に映っちゃったんですけどそこはもう、本当に青サイでプロイーね、下も行ってたんですけど、組ませてもらって本当に楽しかった。9号館ってあんな広いところでね、楽しかったライブができたのは本当に大学4年間のいい思い出になったと自分口に持ってるんで、またサスライでやれたらっていう感じに話してて、まあこうやってサスライでね、できたのが最高だったなと思いました。あと、進級できた人にも。去年、45単位でギリギリ1単位足りなくて、まあ、留年しちゃって、まあ、今期っていうか、この1年間ほとんど学校行かないんでずっとゲームしてたんですけど、まあ、そのおかげでね、FPS と TPS はマジで最強レベルになった。あと、モンハンで俺に勝てると思うやつはかかってこいよ。あ、ちなみに GPA は 0.5 なんですね。まあほとんど顔を出さないで、まあ、1年生も多分俺のことほとんど知らないと思うんですけど、あ、まあ、あ、いいや、なんでもない、なんでもない、そういうエモいことは次がね、いうことだから。で、ちなみに次の曲は走れ未来って曲で、俺がすごい4年生にすごい世話になったんで、4年生に向けてやりたいなっていう曲なんで、歌詞をよく、まあ滑舌悪くてよく聞こえないかもしれないですけど、歌詞を本当によく聞いてほしいなって思います。俺の滑舌の話、そう。じゃあ次はさっきなんかエモヤマとか言って滑ってた人に、なんか僕が喋るとちょっとなんかね、なんか雰囲気ね、ちょっと今台無しにしちゃいそうなんであれなんですけど、だからあんまり話さないですけど、本当にこのバンドでできてよかったですね。もうやめときましょう。はい、どうも、サポートメンバーのドラムの高橋です。カナダから帰ってきました。僕もあんまり喋るとあれなんですけど、すごいグロイは俺以外みんな上級生で、でもすごいみんな優しくしてくれて、まあヒロキさんもすごい優しいし、ちょっと変な人いますけど、まあヒサさんともよく遊んだんで、まあなんか4年生いなくなるの悲しいですけど、はい、頑張りたいと思います。じゃあ最後にセッキーの話しよう。お前サスケそれ違えよ。悪くない、悪くない。俺ができますか、最後最後盛り上がっていきますか、いくぜ。僕の胸
すごくいい。